い、どうも、コミです。さて、本日はこちら TH コンプリーターさんから動画お届けしていきたいというふうに思います。リーグ対戦も終盤なんでね、今日のうちにちょっと収録をと思って今撮ってるところなんですけども、本日のですねテーマは、こういうタウンホール外側出し配置、まあよくね俗に言うアロ型っていうやつですね。まあ壁がこんな風になっていて、なんていうかな、いかにも入ってくださいというような格好でユニットを誘ってますね、ここのところにね。こういう配置の壊し方っていうのを、ちょっとね、お話ししていきたいというふうに思います。で、まあ、こういう配置、何が嫌かって、突破兵器を使って壁に穴を開けて一層お得するっていうような方法が取れないんですよね。なんで、攻め手がどうしても限定されちゃって、なんかその、限定された攻め方にあえて突っ込んでいくような、その、なんていうのかな、不安さっていうのを煽ってきて、ちょっと攻めにくさをね、感じる人多いと思うんですけども、本日3本ぐらいですね、こういう、3本。ぐらいだから3本こういうね配置の取り方っていうのをお話ししていきたいというふうに思います。まず1本目、こちらですね、こちらはクイヒペカボーラーのさらに、ラバルを回すっていう、まあ面白い考え方なんですけど、ですね、2つにこの村を分けるんですね。真ん中からこうズバッと切っていって、こっち側、こっち半分っていうのは、ペカボーラーです。ペカボーラーですね。さらにそれ、これ、食い紐ついてるので、まあまあ、それを使って、相手のギガテスラだったり、防衛援軍、あとは、イーグル砲とかね、まあ、主要な施設を、しっかり回復させながら、ボーラーで殴ってきます。これ、なんでね、イエティじゃないかっていうと、こう横にここね、すごい広いじゃないですか。広いんで、イエティにしちゃうと、まず足が呪いから、この両側、まあ、この辺とかを壊すのに時間がかかっちゃう。んで、さらにこうユニットがばらけやすくなるのでね、だったらその遠距離攻撃ができるボーラー使おうっていう話ですね。で、こちら下半分、今攻めてますけども、こっち半分ですね、こっち半分に関しては、突破兵器を、ボマーにして使ってますね。これは別に、上半分のこっち側の、パートに置いて、こちらのパートに置いて、突破兵器使う必要なかったんで、しっかりね、ラバルの、パートにボマーを混ぜてあげて、ラバを1体にしてね、その分、まあ、ボマーにこうダメージ吸収させようという計算ですね。まあ、それがしっかり功を奏して、残った施設、バルーンは基本出したものが全部落ちてはしまったんですが、まあ、ボマーの最後まで残ったその活躍によって、割とね、クイーンも生き残っていると、まあ、余力のある全感激になっているかなというふうに思います。まあ、こんな風にですね、一つ目の考え方っていうのは、村をザクッとこたつに割ってしまって、ギガテスラ側は、耐久力のあるペッカボーラーに、まあ、ヒーラーをつけた格好。で、もヒーローたちをガンガン使って落としていく。で、残ったね、こちらの、丸一とすると、こっちの丸二側。こっちに関しては、一気にこう、細長いね、こう、絵が描けると思うんで、まあ、そこをホグライダーないしは、ラバルーンなんかでこう、ダッとこう流していく。まあ、こういう二段構えの攻め方をするっていう方法が一つですね。ちょっとこれは上級者向けかもしれないですね。使いこなすのに、まあ、少し難しさがあるかもしれません。で、二つ目、見ていきたいというふうに思います。二つ目はですね、こちらですね、ジローさんが取ってくれているこのアタック、ご覧いただきたいと思うんですけども、これもアロー型ですね。タウンホールがここにあります。これはですね、クイヒディガーで折っていくんですね。まあ、当然ながら、壁の中をね、無視できてしまうディガーっていうユニットは、まあ、その突破兵器で壁に穴を開けられなくても、まあ、機能する、まあ、ユニットになってくるんで、その特徴をね、まあ、うまく使おうというところですね。まあ、今回ちょっとね、お得だったのが、ここに配置の穴があってですね、バーバリアンキング出すことによって、インフェルノと、クロスボウが折れちゃうっていう、まあ、ただまあ、このね、2つの施設を折るのに、バーバリアンキングを使っちゃうっていう意味でいくと、まあ、もしかしたらコスパ的には良くないのかもしれないと思ってですね、まあ、プラマイゼロかなと思って、まあ、動画にまあ載せてみました。あまりね、簡単すぎると参考にならない部分もあるかと思うんですけど、まあ、今回のこのアタックに関しては、まあ、今言ったようにちょうど、難易度的には十分高い攻めをしてらっしゃるのかなというふうに思います。で、ここですね、アーチャークイーンでやっぱりこのギガテスラを狙っていく。で、アロー型に関しては、なるべくですね、クイヒで、ギガテスラを落としていくっていう考え方は便利です。なんでかっていうと、いくらね、ここに、巨大爆弾とかバネトラップがあっても、アーチャークイーンには意味がないんですよね。
なのでしっかりとですねホーミングだったりでヒーラーがやられないようにケアさえしてあげる、ことができれば、あとはまあ多少その火力をこうね、削いであげることで、アージャクイーンが短期でこう突破できるような格好を作れます。で、クイヒーパートで、そのギガテスラママリをしっかり処理した後に、上側ここですよね、投下弊社をこれ今回使ってます。でしっかりとこれ横をカットして、で、ディガーが、壁の中から逸れないような、条件を作ってから、ここからディガーこうスタートしていくって感じですね。ちょっと中心部ではこう分かれてしまうところもありますけども、まあまあ、あの序盤しっかり固まって入ってくれれば、まあ、中盤から終盤においてこう分かれたとしても、グランドボディのトームなんかを使ってうまくね、ばらける前にそのアドバンテージを与えてあげることによって、しっかり最後まで飛びます。で、アジャクイーンも、さっき言ったようにですね、火力がそれほど集中しないような格好であれば、こういうふうにヒーラーをしっかり従えて、最後まで生き残ってくれます。まあ、ものすごい余力のある全開ですよね。まあ、素晴らしいかなというふうに思います。これが2つ目の考え方ですね。アーチャークイーンで、ここ、ギガテスラ周りを一気に崩してしまう。で、崩してから、ディガーを使って、こう、ガッとね、突破していく。で、突破兵器に関しては、これ、投下兵舎を使っていってサポートするっていう、まあ、こんな感じの三段構えの、攻め方になりますね。まあ、もちろんギガテスラ周りの火力が高かったら、まあ、これは1本目のようにね、ディガーではないな、ペッカボーラーとかを使って、相手の火力に負けないような編成を組んでいくっていう、まあ、必要もあると思いますが、まあ、クイヒー短期で突破できる場合っていうのは、まあ、その限りではないですね。はい、ではこちら3つ目ですね、はイエティを使った、攻め方になっていきます。で、まあ、イエティってやっぱりですね、壁の中に入った時の突破力がものすごい高いユニットで、まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、まあ、このですね突破力っていうのを、まあ、こういうね壁の外側にタウンホールがあるような配置においても存分に発揮させられるっていう点が、まあ、1つと、あともう1つは、先ほどの、まあ、クイヒーと同じ理屈なんですけど、巨大爆弾とか、まあ、受けても多少ではびくともしない体力があって、かつ、バネトラップを、無効化できるっていう、まあ、そういう特徴がありますよね。なんで、ギガテスラ周り、まあ、タウンホール周りにあるようなトラップの効果を、まあ、比較的、受けにくいユニットなのでイエティを使うっていうのは、まあ、一つ、合理性があるのかなというふうに思います。今回のアタックを簡単にご説明いたしますと、ここにクエイクでこう穴を開けてジャンプを打ってイエティたちをグワッとこんな風に流してきます。今いるこのバーバリアンキングはこの辺のカットをしているって感じですね。で、投下弊社をねこの辺からま出していって中にこう入れていくようなイメージで運用していくっていう形になるんですけども、序盤、アーチャークイーンが今短期で突っ込んでいってますが、まあこれかなり火力きついですよね。あのクロスボウ2本プラスギガインフェルの大砲のダメージ、この辺が全部アーチャークイーンに集中してまってますので、もうギリギリですね、今クローク使わされちゃったっていうところです。ですがその後はしっかりイエティが追いつくことによって、このギガテスラ周りの火力に耐えられるような、まあ、ユニット構成になりますよね。さっきの2本目の動画みたいに、アージャクイーン短期でこれ突破できるような、やわい火力ではないので、しっかりユニットを合流させて突破していくというところですね。まあ、ペッカとボーラーっていう組み合わせもあるんですけども、まあ、ボーラーの場合は、ペッカがしっかりターゲットを取ってくれなかったり、まあ、ヒーラーが、ボーラーをしっかりこう回復してくれないとあっという間になくなっちゃうので、まあ、その不安定さを、受け入れてもボーラーを使う理由っていうのは多分あんまないですよね。イエティを使った方が、まあ、その抗体力っていう点からしての安定感がありますから、まあ、イエティを使う、使える場面であれば使った方が、まあまあ、攻めは安定するのかなというふうに思います。で、このままですね、あとは一気に力で押していくという格好になりますね。さて、本日ですね、まあ、3つの攻め方、紹介をさせていただきました。1つ目が、ペッカとボーラーを使った編成ですね。まあ、それに、まあ、村を、まあ、今回ちょっと違いますけども、村をこう半分に割ってのイメージをして、ペッカとボーラーを使って半分側を削りつつ、残った側に関しても、まあ、ラバルとか、ホグライトとかをこう回していくような、まあ、そういう考え方、まあ、これはまあ割しこの中心部で村が2つにこう割れるようなね、ここが割れて2つにこう分かれるような、
村の格好をしている場合にはまあ比較的使いやすい、編成になってくるのかなというふうに思います。でもう一つがまあクイヒーディガーという方法、まあ、これは投下兵舎ができたことによって、まあ、ディガーを使いやすくなった、ディガーが外に漏れないようなサイドカットがしやすくなったという環境をうまく利用して、タウンホール周りっていうのを、クイヒー短期で突破できる場合には、こういう、ね、クイヒーディガーみたいな方法っていうのもありです。で最後3つ目、タウンホール周りの火力が高くてやっぱりユニット短期で突破しにくいよっていう場合には、思いっきりクエイクで、このタウンホールから中心部に入る区画ですね、まあ、こんな風にここですけど穴を開けてそこにイエティさんたちをこうガッとこう流し込んでいくような方法を取っていけば、アーチャークイーンのダメージが集中しても途中からイエティたちが立ってくれますんで、その勢いで突破していけるというね、この3つの方法を紹介させていただきました。まあ、結構ねこういう配置を苦手としている人多分多いと思うんですね。私も嫌いなんですけども、まあ、何かしら今日お話しした内容がね、皆さんがこういう、まあ、配置と出会った場合の参考になれば、まあ、幸いかなというふうに思いますので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。それでは、本日はこの辺りで失礼いたします。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。